横浜新ビジユに決まる。こちら横浜の新ユニフォームベイスターズの伝統を継承するストライプに波形を組み合わせたとのことです。この波形には2つの意味がある。一つは横浜を象徴する海を表す波。幕末日本が変化するきっかけとなったこの地には海があり、それがこの地のプライド、横浜のプライドを胸に新たな歴史を築く。もう一つはファンからの声援。ハマスタで波のように押し寄せる声援はチームの力となり、チームの勝利を後押しする。この声援をビジターユニフォームに乗せ、ファンと共に戦い頂点を目指す。それよりも選手名タオルどうしてくれよ。ベイスターズのユニってサッカーのユニを元にデザインされてるような、野球ユニのデザインの文脈ではない。とてもかっこいいビジターユニフォームだと思います。横浜を象徴する波と共に優勝しようぜ。横浜進化シンプルでいいと思う。ホームより好き、あとタオルあれどうにかなんねえか。新しいユニ、新しいタオルはどうしても欲しくなっちゃうよな。君たちはいちいちポエムにしないといけない病気にでもかかってんのかい。少し前のスタナイに似たようなデザインなかったと思ったけどなかった。ユニはともかくタオルはなぜあのフォントにしたんだろう。またバカみたいなこと言ってて笑う。ユニには文句はない。だんだんバウムクーヘンに見えてきた。縦島じゃなく波島っていうのかな。全然違和感なくシンプルで青が綺麗。新ビジユニ、綺麗なデザインですね。スローガンも予想は外れたけど OK。 かっこいい。フラッグのようでいいね。今年こそチャンピオンフラッグを。声援ファンと共に、あの広告はそういうことだったんだ。かっこええやん。どこかの東京の球団とは大違い。シンプルで普通にかっこいい。今年は石川達也で買おうかな。ご視聴ありがとうございました。